軍神の一族は序書宝刀らの英知を得て繁盛の七を覆した。葬儀の軍は余州まで後退、慶州に面する防備を厚くする。一方蜀を裏切り葬儀と共闘を図った孫悟もまた慶州から退却。何らの申し開きもないまま蜀に対し軍を構えていた。慶州をめぐり確執があったとはいえ、呉が盟を破ったことは事実。しかし蜀と呉、劉備と孫家は隕石関係にあることもまた事実。できるならばこれ以上の緊張は避け、関係の修復を図りたい。そう考えた諸葛亮はまず呂宿に事情を問うべく使者を送った。だが蜀との盟を重んじるはずの呂宿は陸公に布陣し動かない。やむなく諸葛亮は真意を直接問うべく軍を率い陸公へ向かう。そこには張方、韓光、正斎ら蜀の時代の姿もあった。この張方に全部任せとけって。韓光、出過ぎるなよ。兵隊もな、一軍を預かったとはいえお前たちはまだ。私は戦える、心配は無用だ。張方、そうは言うけどな、心配なんだよ俺は。兄上、なんだ聖斎、やっぱり不安なら俺の後ろに。大丈夫。おう、そうか。だが少しおかしい。陸公に夫人とはまるでこちらを待ち構えているよ。陸公の指揮はらしく、おそらくこの戦は彼の描いた絵のほんの一部でしょう。皆さん警戒して当たってください。ロシュ君、戦の真意を立ちます。本当に処分できそうだ。本当に見せられない本当に構えるな。い戦って道を開くだけ。
ケロン実行できん。いい加減にしとけ。損は駆け寄りかけようです。実行されれば厄介です。宇宙の命は太陽の方に甘いよ。重宝らしいな。これで崖は防ぎましたね。ですが、この先も何か企んでいるでしょう。崖部隊がやられてしまった。逃げろ。三条にも現れた五の将警戒しなくて。兄を見直した。なんだ俺の時計を邪魔するのかなって。ひどすぎるぞ。いい加減にしとけ。ぶっ倒してやる。一人で燃え上がってそれか。俺が頭を冷やしてやるよ。まだ怪しい場所がありますよ。これ以上火傷する前に引くぞ。液晶撃ち取ったからな。その調子でお願いします。太陽の上に並ぶ社長本らしい。この首もらい受ける。いざ。順当に動いてくれました。部隊と連絡が取れない。全てカンパされて。私たちの策、直軍を捕らえたようですね。一気に決着をつけましょう。リクソンが動きました。これも想定通りです。さあ急いでこの砦を制圧しましょう。
と自信があるのですね。ニクソン、こちらの弱中の地今です。なぜ私たちが家計に、まさか私の策が看破されたのでしょうか。次に会う時はもういかんぞ。液晶、
撃ち取ったからな。リクさんも魚門もやられた。まだだ。次は猛獣たちを相手にしてもらおう。いずれ劣らぬ孫悟の猛獣たち。見直した。そんなことさせんな。鈴の観念が相手を加減にしたら、かかってこいや。ぶっ倒してやら。ぶっ潰す。諸葛亮殿、それに若い世代も皆実にたくましい。この戦の狙い話してくれますね、ロシク。
なに、お前たちの強さを示したかったのだ。我が孫悟に向けてな。ゴも一枚岩ではない。職を恐れ倒すべしとの声も上がっている。だが孫権殿の志を果たすには再び命を結ぶべきなのだ。しかし繁盛では。ああでも戦闘孫悟が割れた。やむを得なかったのだ。この敗北をもって俺が孫悟の皆を説得する。さあどうする、諸葛亮殿。わかりました。こちらも劉孫同盟を歓迎します。お前たちこれでいいだろう。はい、ロシク殿の慧眼勉強になりました。私は陸白玄、以後は我らの命のために尽力します。両妃使命と申す。これより天下まで堂々させてもらう。